観音岩山は北海道札幌市南区にある山である。標高498メートル。昔は5剣山とも言い、今は8剣山ということが多い。豊平川に面してそびえており、頂が鋭角の岩を連ねる特徴的な形をしている。山の基盤は新生代第三期中新世に形成された板割、沢層で、ここに貫入した安山岩が山体の大部分をなす。川に面して安山岩の柱状節理を露出させる。この山体をさらに泥彩土が貫き頂上部をなす。観音岩山は硬い山体以外の部分が浸食されて残った残丘とされる。頂上から西北西、南東、北東の三方に尾根を伸ばす。特に南面が切り立った岩場で、南西から見ると、ノコギリの葉のような形をしている。山の中腹までは林で、露出した頂上付近は鉱山的な植生を持っている。山の西南のふもとには、砥石沢川という小川が流れる。山の東北には、東と山川があって南東に流れる。共に豊平川の支流である。標高が低い割に高度感があり、多様な植物と共に多くの登山者を引きつけている。短い距離だが、途中で険しい道をたどることになる。また、観音岩山の東西、豊平川左岸には、東に下戸山、西に上戸山という地区があるが、上戸山地区は、山と川に囲まれた貸段丘で、東西の貸を崖で遮断されていた。このため下戸山地区と上戸山地区の間には、観音岩山の中原を通る徒歩の道が付けられたが、嫁泣瀬峠と呼ばれるほど険しかった。1963年に戸山境橋が開通すると山越えの道はあまり使われなくなり、1973年に崖崩れで通行止めになった後、そのまま放置された。八剣山トンネルは、札幌市が総工費約45億円をかけて1997年に着工し、1999年12月に開通した。延長760メートルあり、上戸山と下戸山を結ぶ。ありがとうございます。